はい、仁淀川屋形船、今日はあいにくの天気。あいにくじゃない、上等の天気じゃん。よし、じゃあちょっと乗るところは危ないので手伝います。気をつけて乗ります。はい、しばらくちょっとメールさせていただきます。地元の田中智久と申します。よろしくお願いします。田中智久さん、はい、本日は屋形船仁淀川をご利用いただきありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと雨模様もありましたが上がって明るいのでね、よかった。じゃあ大丈夫じゃないかと思います、ね、おー気持ちいい。寒かったらちょっと閉めておきましょうか。うん、閉めて、まだ透明ガラス、はい、ありがとう、うん、ありがたい。これあの上流へ、上流へ行きよね。上流へ200メートルぐらい登って、あの、うん、右手からちょっと出っ張った岩のあたりで、はい、ターンして下流へ2キロぐらい下る。ははは。まあここはちょっとこの間の2回の増水で、はい、背型が強い感じで流れてますが、ほとんど他は泥場でゆったりした流れです。ここだけがね、航路の中ではこの間の2回の、はい、川の形が変わってちょっと、おー楽ちんなってます。気持ちいいね。時期的にはもう冬場、はい、11月頃から、はい、2月3月頃までが、はい、水の不純物が含まれてないので、そうなわけや。洪水なんかがしばらく冬場ないので、なるほど、透明度が非常に高いです。3月頃までが鮎が見えるわけよ。そうです。まあ鮎の漁期はもう10月の15日で終わりなんですが、はい、あと2週間ちょっとありますけどね、はい、じゃあちょっと見頃から考えてちょっと早かった感じですかね。いや、そんなことはないですか。この間の2回の雨でそこの、サイトが不純物を流れて非常にまあはい、綺麗な水ね。透明度が増す状況にありますね。綺麗な水、確かにこれ綺麗です。だいぶこの間あたり水が出たんじゃねえやれね。かなりね、この今の水面からすると3メーターぐらい3メートル上がっとったよ。ほうほう、3メートル上がっとった。すごいね。仁淀川は、源流は石鎚山のふもと、永明県になりますが、こう四国山地の山あいを大きく蛇行したり、またすぐところもありますが、山あいをこう流れ下って、ここの辺りが大体100キロぐらい、100キロ上流から下ってきたところです。まあ、この、屋形船、自体は通年休みなくやってる感じなんですか、ね、あの電話で予約すれば冬場も動いてます、なるほど。今ちょっと下大きな湾のようなこう切り絵のようなところにくぼみに入ってきましたが、あ、すごい。ここはまあこの辺りが中流と位置づけられていまして、はい、自然のこの湾のような形になっているのはここが一番大きなこうへこみの、富士みたいにね。そうです。でここはこの岩に当たって掘られる関係で10メートル以上の深さが、はい、10メートル、うわ、でその分がこの日野町側に砂利が持っていかれて、非常に高い砂利の形ができています。紅葉はないでしょう、この辺。道断筋の公園に行くとまた、いや、ここの川下りにはないでしょ。川下りにはこの無岩のえのきとか奈良の木とかこういうのが10月の終わり頃から、あのえのきがちょっと黄色く色がつき始めたけど、まあ、あの上から見たらこんなに広いと思わなかったけど、ね、川降りたらなかなか、はい、ね、深いです。
いただきます、うん。こちらで作ったんですか、これは。これは地元の志田茶番宛てが、うん、あ、そうなん、配達しちゃったようです。岩場の方のちょっと黄色に色づいた、草がおばぎ帽子というので、今紫色の可愛らしい花が満開の状態で、あれね、はい、あ、あの岸辺によくある田舎の道、ね、はい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 。あのちなみにあの竹は何という竹です？これは割子竹っていう、割子、割子という竹で、私が子供の時からいろんなことに使われるの。あ、笛、笛にも行くし、鳥竿にも行くし、それからしゃくりとか、ええ、あの鮎以外の例えば川魚はおらんですか？鯉とかね、鯉も。あ、鯉、はい。この岩場の方に水面すれすれに生えてる小さいこの、柳はほとんどが猫柳で、あ、猫柳が、これにくるくるっとこう、いっぱい出て、いけばらの材料に小さい猫の毛のような、産毛のような花をつける柳の種類でね、この五眼乳ね、猫柳とか酒とか猫柳とかね、五眼ではいいけど、一体肉とこのふらっとした長いもんがね、音楽十分綺麗ですけど、もっと綺麗な時あるんですか？もっとこの間の増水の関係でまた多少潤んでる感じで、そうそうそう、湿地はね、そこが見えるわね、見えます、うまいか、はい、ようなこの石黒の重なったような石黒のところにおって、はい、肥後、竹肥後を作って、その竹肥後で、ね、土壌で、ね、肥後釣りをね、太い裏毛ね、昔やってましたよ、ちょっとしたもんだったら構えてます、あ、ありがとうございます、土産風なもんとか、へー、大掛かりではないですが上流の佐川町の方が与えてるミノドブルーの清酒とか、はい、あービールありますね、はい、道路から見たらこんなに大きく見えんかったけど、うん、そうですね、降りてみたら川が広いですね、この川に降りると結構も広い大河、うん、という、でその見頃の時期が団体客とかお客さんは多いですか、やはり。やはりそのはい、花見3月4月と、はい、まあ最近はもう竹穴ずっと川風で涼しいので夏でも、はい、多いです。わかりました、はい、ありがとうございます。年間通じて、これがもう家どころうまいですね、うん、ここはもう店主の方が自分で日暮里魚もやって、自分が取って料理する店の大将が来ちょったけ、間違いなく天然じゃん、ああいう弁当やったら、あの真正面になりましたが、仁淀川雑賀流の名古屋沈下橋という、手すりのないね、四万十川が有名ですが、沈下橋がよく近づいて見えています。そこを通って手を振りました。あ、そうですか。長さが191メートル、ほとんどもう川幅いっぱいにかかって、場所的にもそうですし、いっぱいにかかってる橋で、最近は歩い車を両岸どっちかに止めて歩いて散策したり写真撮りをしたりするお客さんが多いです。190位が低いか、覚えやすいね、低いまああの川元の高さがおよそ4メートルぐらい、でまあ深さも一定してるので、あの非常に川底もよく見えるし、あの上流へ向いて、まだ5箇所ぐらい沈下橋がありますが、まあ一番下にあるということで、あ、一番下は下だ、なあ、今まで渡りますわ、ここから行かないケイの箱番が、あの寒くなってきたり、春まではあのルアー釣りで、さつきマスとかそういうのもゴツゴツマスケイの
あの雨後の大きくなったはいやいますとか、うん、雨ますまあここでターンしてみなさい、はい、あおいおいざが当たるなったそのままでちょっと切れ間が雲の、うん、よかったねお天気になってよかった、よかった最高お、あれが増えた逃げておかないわまあ、あの綺麗さがね、下流へ行くとまた草木が生えた河原もあるたりして、はい、なんですけどここの辺りの河原はほとんど草木が生えてない、非常に綺麗な河原を維持しているので、まあ一つのポイントですね。そうですね。あのちょっと下るとね、もうヨシが生えたり、うん、柳の類の雑木が生えたりね。ゴミがない、ほら、きれいな。そうです。そので、レジ袋とかね、スチロールとかが、全然ゴミがないね、言うて、前回のお客さん、特に。いや、ゴミがない、本当にきれいな。ここの、はい、からしものこの背中側になりましたが、はい、この河原が、ここから水が入って、中洲状態に。はい5% いらない。もったいないけど残した。2% ぐらいをこの磯を、伊高村側の磯を流れて中津状態になって、あの金華橋のあたりまで行ってる。非常に綺麗な。なるほど。この間の1回、2回の台風絡みの雨で、はい、またちょっと変わって、ここの河原も。ああ、なるほど。じゃここは、行ったり流れているところで、この岩のあたりも非常に深い場所なんですが、流れが行ったりしているというので、昭和の初め頃までは、船頭さんがいらずに、女性でも子供でもこの、ロープを誘って渡る、渡しが渡ると言われているところ。やっぱ詐欺かなんか鳥がおりますね、あ、この、色をついてない。はい、アオサギかゴイサギか非常に種類が多いですが、はい、よく見かけるのはシラサギというかな。あ、そうなんですね。こらけんど、うんと暑い時に乗ってもまた気持ちがいいと思うからね。暑い時も気持ち悪いからね。うん。川は風が入るけど、ね、気持ちがいいですがね。うん、西木山の道南通りはいはい。こんな赤ぞうたんね、はい、うちも玄関へね、こう植えてるんですけど、綺麗ですよ、あそれは一本それは白、うちのが白くらさえこれは赤、もう白10月の中頃から先にこの自然の山の公園が日高村の色が吹き始める、はい、川下りを知ってる時に見れるわけではないんですか。川下りに知ってるから見えるのは、あの、発着場、はい、この辺りからこの上に大きな、建物が見えてました、はい、エコサイクルセンターという高知県で初めてできた、はい、大きな建物があるんですが、それの一番高いところの後ろ側に自然の門が、はい、ちょっと群生地が残ってて、はい、あの船着き場からでもこう赤く色ついたら見えるうちに、あ、そうなんですね、はい、あ、おった、サギが、なんかゴイサギが、あ、これはまた、なんですね、若いゴイサギやね、魚を待ちよう、はい、魚、魚、餌食になる動きを止めても、行くともせんがね、いますね、あ、なんかすごい、川の香りがすごいしますね、うん、まだ開けたらそうですよ、なんか、はい、気持ちいいです、そうな、でこれはこう川下りしながらその仁淀ブルー、この川の地面の対岸の花とか、さっきのあの岩場とか沈下橋とかをこう船に乗りながら見えるっていうところは、そうですね、まあ売りというかこの水の綺麗さが一番ですが、ああやっぱりそうですね、仁淀ブルーとかで理想的にこの辺りは、はい、まあ非常船着き場の辺りもそうですが、石灰岩質と蛇紋岩質の地層の非常に多いところで、この上の建物の
最初建物ができるまでは蛇紋岩を採掘した跡地に、またあのその銅炭つくじの尊厳の公園があるところなんかもほとんどが蛇紋岩の地層で木があんまり大きくならんです。ガイドさんは何人いらっしゃるんですか？招集して忙しい時は6人ぐらいでこう回しながら、はい、地元には実質は4名です。あの佐賀の日高の役場のある33号線の方から応援に来たり、はい、あ、そうなんですね、来てもらったり、もうちょっとしたらね、ここの岸でもぼつぼつね、あの古来のこの日本の産地にもある林道がね、もうちょっとしたら、あ、そこも林道、はい、林道が最近ちょっと増えてきてね、そこここにこう小さいあれが蔵があってね、見える、まだちょっと早いですね。ムラタケイドの岩へ入る川つづじはないですか？川つづじはあのね、岩へ3メートルぐらい入る、そうそうそうぐらい上がったところにあるのが川つづじです。あ、川つづじ、ここの左側ね、あ、そうそう、あれ、ああいうところね、2メートルから3メートル、そう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 、4メートルぐらいの上がったところにあるのは大体川つづじ で、 つづじ、ね、あれも綺麗な、綺麗なアルバム、今年のアルバム非常に綺麗に咲いて、今年咲いたですか？花の期間も長い、咲いてる期間も長いですよ ね、 ね、あれね、川下りにあれがね、あるとね、浮上があるんだよ。そうですね、風情いようか浮上いようかね。あ、高いやね、あの上は高い、高い、高い、海かわからないけど、あ、これトンビですね。トンビですね。そう、この辺りに死後はこれはトンビと、今のトンビと同じぐらいの大きさで、はい、この辺りでたまに見られる、あれ、あ、神様、このミサゴという、ミサゴ、ミサゴ、優秀な、綺麗な、はい、鳥で神様の使い、タカみたいですね。ホバリングが上手ということで、あの、はい、いわゆるオースプレイですかね、アメリカ軍が持ち込んだ、はい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 、はい、あれの名付けの元になっていると言われている鳥です。ホバリングがこう静止するのが上手で、魚をこう見つけて、あ、風の流れに乗って、ね、って風に乗ってこう自動で、そうです、バランスを取って、うん、ありがとうございました。本当楽しかったよ、本当ね、喋りたい、いいガイド死んでいただいてありがとうございました。よかったね、ありがとうございます、本当にどうもありがとうございました。